2020年ついにですねテトラワークスからアジングロットリアクトが販売になります。販売は、早ければ1月の末ぐらいに店頭の方に並ぶと思いますのでお待ちください。でまずはですね今持ってる方がこれが 5.0 フィート5フィートジャストですね。こちらの方が竿の自重がなんと 36g で、コンセプト的にはまあ見てもらうと分かると思いますが、まあ、極力無駄なものを全て排除した感じです。なのでブランクス本来が持っているロッドの、ね、性能を楽しめるようなジグタン専用の竿となってます。で、ルアーの方の、ね、ジゲットのウェイトは、まあ、推奨としては 1g まで 1g ジャストまでを押してますけど、まあ、キャストできるのは 1.5 とかぐらいまでは楽々追加できます。で基本的には、ね、エステルの 0.35 ぐらいまでのなるべく細い糸で近距離のシューティングロッド、例えば船と船の間であったりとか、漁港の先端の身を筋だったりとかスロープの際とかそういう、ね、小場所を、ね、狙ってもらうのにすごく最適な竿になります。でヒップがですねトップガイドありますね。トップガイド1、2、3、4個目、までここまでがソリッドになってます。でこのソリッドの方が24とちょっとね張りの強めのソリッドを使ってます。でブランクスの方が1番と2番両方ともね40トンでかなりちょっと張りのある高弾性の竿になります。でコンセプト的にはここですね、ベリーのここのエリア、このエリア、ここでアジの顎にジゲットをスパッと刺すような感じのロットです。でバットの方は張りが強いのでアジのね小気味よいビリビリっていう走るね引きを手元に感じられるような感じ。ティップは柔らかくベリーでかけてバットでアジの引きが楽しめれる、そういう竿が5フィートになってます。続いてがですねこちら 6.5 フィートの方、こちらが自重が 44g になってます。で先ほどのジグタンのね専用の竿とちょっと変わってるのは、まあ、ジグのルアー負荷ですねがね 5g ぐらいまで対応できるような感じだから、もちろんジグヘッドもできますよ。それとライトキャロ、それからねちっちゃいメタルジグ、これなんかも使える感じです。でこれはね P、エステル、あとはフロン、どれでも大丈夫です。でこちらの方もティップの方はソリッドティップ、トップを入れて 1、2、3、4、5番目、ここまでがソリッドになってます。長いんですがティップは入るような感じだけど張りは少しある。で5フィートの方との違いとしては全体的に粘りがあるんでちょっとずつ曲がってくれるんですよね。こういう感じに曲がってくれるようなロットになります。ただアジングロット本来の楽しさ、張りの強さでかけに行く、そういうのができるのが 6.5 フィート、こちらがねある程度オールラウンダーに楽しめるようなバーサタイルな感じになります。これが今回のテトラワークスの方の2020年新発売になるリアクトになりますので、ぜひ皆さん使ってみてください。お願いします。